今平修吾プロです。よろしくお願いします。ボスランダーです。続いて88か。ナイスバーディー。62から先があんま行ってないみたいな。ナイスでーす。素晴らしい。190。はい。190。90は結構しっかりあるかもしれない。ここでいきます。はい、70点です。ありがとうございます。戻りきんなかったんですけど。63ヤード。ピッチングウェッジでいきます。距離はまあ皆さん、そろそろね、プロが何アンダーかっていうところが見えてきそうな ね感じですけれども、皆さんはいくつで予想してますか？斜めだ。全然追いつけない。うちらも頑張って緑にしたのに全然追いつけないっていう、ね、やっぱり前半から緑で回るべきです、うん、そうだね。白じゃやっぱちょっと、あとは今平プロのベストスコア、更新に向けてサポートしてきます、結構見ようかと思ってます今ので。ここ私はここ。この辺ね。うん。お、すごい曲がった。で、今でどこら辺見てた？いや、結構この辺です。金ですかね。なんか終わりでる。でなんか家にあったんで。もらってます、ね。はい、家にあったコイン？多分昔の金。50銭。50銭。
やば。明治31年。いつなんですか？明治31年って何年前だろう。結構古いよね。他の男性からの方が。ずっと使ってます。父さんからもらったコインを、ね、うん、ずっとマーク代わりにしてるんで、だからそういう感じなのかなってちょっと思って。ね、50銭って初めて触ったかも。確かに見たことないよね。見たことない。確かに聞いたことあるって感じのお金じゃない。そうだね、うん、円1円の半分。半分か。そうですよね。1円の半分、うん、価値ないっすね。サービスロングです。そう、こここの高台から見ると多分大丈夫。急にギャラリーがバービーが楽勝だったね。すげえ無責任なもん。ドライバーだと全然アイアンでポンっていける、はいはい、なんかフェアウェイが一回切れるっていう。はいはい。木より右行っちゃうとやばいですね。木より右に行っちゃうとやばいです。木より右でもちょっとだ、うん、少しぐらいなら大丈夫。多少ずれても大丈夫、はい。左行っちゃう。てかそもそも右がどのくらい大丈夫かわかんないですから。そうですね、全然見えない。あのヤードエッジの器具。そうだね、はい。ああちょっと、ちょっと引っ掛けた。やめて。超えた。あ、超えてます。パトリめっちゃ行ったよ。パートリッジですごい前まで行ってる、うん、ラッキーショットでした。ナイスです。そうなんですよ。もっと飛び越えたらどうしたらいいですか。もうちょっとあれじゃないですか、アッパーブローっていうか、はい、上から打たないやつ打った方がいいですか。え、今めっちゃこうなった。いや、多分軌道的にはちょっと上から入ってえ、それをもっと、あ、横からもっとこう出てると飛ぶんですか。え、それって打つときにもう思いっきり右で打った方が多分飛ぶと思います。右ですか。ちょっとこう左に乗っちゃうとスピンが入っちゃうんで。なんかね、ここからこうするのが癖なんですよ。それ良くないと思う。こうですよね、うん、もう今ので飛距離多分20ヤードだから。それはやばいね。なんかスキル多すぎて超適当なことをしちゃった。 10.5 だったのを9度にしてもらったんですよ。それでもまだ来ないから。10.5 でもスピン量減らせますよ。え、今の打ち方です。あの今言った、そうおっしゃってたでしょ。多分前に行っちゃうと、うん、やっぱクラブ上から入っちゃうんでスピンが増えちゃうんですけど、うん、右サイドで行けばもっと右サイド。これ本当めっちゃ昔から癖で、直そう直そう。それは何を意識するべきですか。もっと右の上で状態かな。状態を右に残すイメージ。なるべく左に行かないでその場で回るような感じ。バックスイープなんですね。ここからバックスイープで右乗るじゃないですか、はい、でここからもうその場で回転するような感じ。右
右でイメージ的に最終ちょっとやってみよう。やってみましょう。5番ウッドでいきます。しょぼい真ん中。行かない。手前。これウィンドウ。はい。うん、置いていいよ。草ティー OK です。あ、もう下半身のところに。あ。チームで打ち下ろし入れて220。どうするんですか。狙うんです。刻みます。まあ、狙いますね。お、ラフがきつそうなんで、飛ぶか飛ばないか微妙な感じです。これもしょうがないですか。しょうがないです。ちょっとラフがきつい。ああ、ちょっと右だね。バンカー。あれぐらい埋まってるとき何考えてるんですか。出ないんで、うん、長いクラブで手前から転がすイメージ。長いクラブ持ってちょっと軽めに打つ。なんか逆目の芝のときって、はい、どんな感じですか。なんか鋭角に入れようとか、強めに打つとか。逆目の時はちょっと上から打ち込みます。上から、はい、じゃないと芝が入っちゃうので、まあ、なるべく球に直接当たるように。あ、直接ぐらい。そうそう、逆目は。なんかよく聞かれるんですけど、フライヤーするかしないかってどうやって見ようかな。フライヤーはまあ、まあ、やっぱ芝が後ろに入る時はフライヤーしますよ、うん、なんか例えば、うん、何だろう、2つ線だな。こういう感じの時はフライヤーしますよ。あ、こういう、あ、ですけど、こういうのはしないですよ。こういう感じの時、あ、逆に、あ、多い時は、うん、あ、こういう時の方がすごい。これでもこれぐらいだったらフライヤーします。わからないですよね。手前に、手前の深い方がしない。多分あの3、4本入ってる時はすごいします。あ、もうその本数、そんなので、はい、だからもう10本以上入ってたらフライヤーしないです、うん、ああ、そういう感じ。そういう見分け方か、はい、今のはちょっとめっちゃ勉強になりますね。さっきのラフの時とかはもうしない全然しないです、うん、逆に芝に負けちゃうみたいな。お、ナイス、ナイス、ゴーゴーゴボール真ん中です。ちょっと距離出さなきゃいけない。うん、これ
じゃあピン近かったら左目ですか？この辺だったら左目です。すごい。打ち方は変えないで。打ち方は微妙に変わるんですけど、あのボールの位置も結構変えられます。の僕らのパット。一応これはバーディーパット。なんでしょうとなのよ、もうずっと今日。あ、すごい。ちょっと登って。わ、かけた。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。Thank you.